ドスピラスは、グアテマラ、ペテン県のペテシュバトゥン地域にある古代マヤの遺跡。ドスピラスという名前はスペイン語で、二つの泉を意味し、もちろん近代に付けられた名前である。面積は0.7平方キロメートルほどで、最盛期の人口は1万人ほどだった。遺跡としての規模は大きくないが、ペテン一帯の中心的な都市であるティカルと同じ文章文字を持っており、 碑文が解読されるにつれて、ドスピラスがマヤ中央部の歴史上重要な役割を果たしたことが判明してきた。石碑16号は735年のイバル征服を記念するドスピラスは7世紀半ばの創立以来戦乱が相次いだ。最初のオーバーラフ、チャン・カウィールは625年に、 ティカルの王子として生まれた。21歳の時にティカルでは内乱が起こり、バラフ、チャン・カウィールはティカルから分かれてドスピラスを建てた。当時のティカルの宿敵だった北のカラクムルのユクノーム、チェンダー王はこの機会を逃がさず、650年にドスピラスを657年にティカル本体を征服した。それ以来ドスピラスはカラクムルに従属した。 648年の日付のある石碑六号では、カラクムルの進化を称している。ティカルを、ヌーンホルチャークは672年に、ドスピラスを攻撃し、バラフ、チャンカウィールは、ドスピラスから追われたが、677年に、カラクムルがティカルに勝つと帰国した。679年に再び、ティカルの攻撃を受けたが、今回は、ヌーンホルチャークが敗北した。 698年に2代目の王イザムナーフ・カウィールが即位し28年間にわたって統治した。この時代、戦いの相手は、ヒカルよりも近くのペテシュバトゥン及びパシオン・川一帯に勢力を築くことに向かった。後に、ドスピラスの第二の都となったアグアテカ及びセーバルともこの時代に関係が始まっている。735年に3代目の王は、セーバルを征服した。 741年に即位した四大目の王、カビール、チャンキニチも近隣に勢力を振るったが、761年に、おそらく俗国の反乱によってドスピラスは滅亡した。ペテシュバトゥン地方全体を統括する権力が消えると、都市同士が戦乱に明け暮れるようになった。ドスピラスは761年に一旦放棄された、あと、不法居住者たちが住み着いた。 彼らは神殿や宮殿を破壊し、それを材料として街を外壁で囲って敵の襲来に備えたが、結局は外敵の侵入によって滅亡した。ドスピラスは1953年か1954年に地元の人間によって最初に報告された。1960年にロシア系フランス人のピエール・イバノフが探検した。百八十九年以降、 ナショナルジオグラフィック協会、グアテマラ高校学歴史研究所などの講演により、バンダービルト大学のアーサーデマレスとラによる大規模な発掘が行われた。ドスピラスの建築物は遺跡になる以前から外壁を作るために略奪にあっている。東に 1km ほど離れたエル・ドゥエンデと呼ばれる場所には高さ4 0メートルほどのピラミッドが残る。石碑は多数が残り、 建築物の階段にも長文の碑文が記されている。2001年から翌年にかけて新しい碑文の階段が発見された。ありがとうございます。